野郎がいるんだよ。なんで野郎がいるんだよ。どうなんだよこれ。どういうことだよ。俺の大事な KOP だ。おめえか。お前か。違います。お前だろ。俺違います。お前だろ。俺これか。違います。お前だろ。うわっ、なんであいつがいるんだよ。あ、今日はよ、新しい刺激求めてここに来たんだよ。と思ったらよ、よく知った顔じゃねえか。おい杉浦、杉浦楽しいね。杉浦隆、おう、お前ももしかしてこれ欲しいんじゃないの矢野徹、貴様もこれが欲しいんじゃないの。これ矢野のせいでこうなったからな。矢野のせいだからな。矢野が壊したんだ。おい俺のものだぞこれ。ああ、おい、賠償請求だ。おい、おい、そこの信用のやつ、おい、これ、今すぐ矢野のところに、あ、払えと、弁償しろと、言ってこいよ。すぐ言ってこいよ。あ、おい、これがないとな、次進まねえんだよ。まあ、KOPW は置いとこうか。な、新日本とノアの対抗戦、俺には全く関係ねえけど、俺には新しい殴り相手を今日用意してくれたんだ。だから刺激的で楽しかったぜ杉浦くん。刺激的で楽しかった。あ、これ早く弁償しろよ、やろや。おい、壊れちまっただろ、おら。おい、2000万だ。ヤオちゃん、で、ヤオちゃんの話聞いたよね。いや、よくわかんない。なんで自分もここにいるのかよくわかんないけど、桜庭さんに呼ばれて、アイマスクつけられて、連れてこられて、そしたらもう入場口に立ってて、入場して、開いてみたら、ああ、こういうことか、そう思いました。さすが、いい仕事してくれるね。ありがとうございます。お邪魔しました。次回はね、生投げれば。あいつだ。